はい、皆さんのお茶、ゆうざきです。今回はですね、リスナーさんからいただいた情報をもとに、調べ上げたあつ森都市伝説でございます。情報提供ありがとうございます。どんな都市伝説かと言いますと、豚のタメ子ちゃんと猫のニコバンくんが、これまさかのカップルなんじゃないかという説で、ございます。いやいや、全然共通点ないやろと思われるかもしれないんですが、なんとそれがあったんですね。僕も、気づかなかったんですが、リスナーさん素晴らしい目を持ってはりますわ。ということで今回はその根拠について、まとめていきたいと思いますので、よかったら最後まで見てください。それではやっていきましょう。はい、というわけでまずこちらがリスナーさんから教えてもらった根拠なんですが、タメ子とニコバンにはですね、座右の銘に共通点があるんですね。座右の銘にはね、僕自身あんまり意識を向けてなかったんですが、目の付けどころがシャープですね。そしてその共通点というのをですね、今から見ていきたいと思います。まずはタメ子の座右の銘見ていきましょうかね。タメ子の座右の銘は猫に小判なんですね。あれ？と思いましたよね、皆さんもね。そうなんですよね、豚なのに猫に小判なんですよね。これはちょっとおかしいなと違和感を覚えますよね。そしてなんとニコバンの座右の銘、まさか。そうなんですね、そのまさか豚に真珠なんですよね。これ驚きですね。普通だったら豚のキャラが豚に真珠で、猫のキャラが猫に小判という座右の銘がね、普通なんじゃないかなと思うんですが、なぜかここを逆になっているんですよね。なぜここを逆にしたのかというのはちょっと疑問ですよね。このことから2人はお互いの座右の銘を共有して、恋人の座右の銘を自分の座右の銘にしたんじゃないかということですよね。面白い説ですね。ただこれだけだと当てつけでしょと思われるところもあるかもしれないので、僕独自でもうちょっとだけ調べてみたんですが、もう一個だけね、面白い共通点が、ございましたので、次はそちらをまとめていきたいと思います。はい、ということでタメ子とニコバンのもう一つの共通点について、お話ししていきたいと思うんですが、先ほどもですねサブタイトルとして出てきていたと思うんですが、初期の服にとある共通点が、あるんですね。初期の服っていうのは初めて会った時に着ている服のことですね。全ての住民にはですね、初期に着る服が決められているんですね。その服にとある共通点が、あったというところなんですが、それをちょっとね見ていきたいと思います。まずはタメ子の服を見てみましょう。こちらでございます。はい、ということでタメ子はですね、フラワーな服という服を着ているんですね。まあ女の子っぽい服ですよね。まあここにはね特に違和感を感じませんが、ちょっとニコバンの服を見ていただきたいなと思うんですね。それがこちらでございます。嘘でしょと、これは皆さんどう思いますかね。ニコバンはなんとピンク花柄の服というのを、着ているんですね。ピンクで花柄ですよ。タメ子の服もピンクで花の絵があるんですよね。これは本当に偶然でしょうかね。この共通点からですね、さらにカップル説が濃厚になったんじゃないかなと思います。まあ、こうタメ子が好きな花柄の服、それに合わせてニコバンもですね花柄の服を着ていると、そういうことも、考えられますよね。ペアルック的な感じでね、合わせていってるんじゃないかみたいな、ところでございます。ニコバンファンの中でもですね、おそらくこうなんで花柄の服を着てたんだろうと疑問に思ってた人とかいたんじゃないですかね。うん、ちょっと女の子っぽいですしね、服装がね。おそらくこういうことだったんじゃないでしょうかというところで、果たして真相はいかに。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はこの2つしか根拠が見つかりませんでしたが、十分すぎる根拠なんじゃないでしょうかね。さらなる根拠が見つかればまたシェアしようかなと思いますし、もし有力な情報があればどしどし、コメントをお待ちしております。ということで、信じるか信じないかはあなた次第です。また面白い情報が集まり次第動画にしたいと思いますので、お楽しみに。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録まだお済みじゃない方は、よかったらこれを機にチャンネル登録していただけますとすごく嬉しく思います。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。それではまたね、ありがとうございました。